ここまで中ボスの方のメイリンと、本ボスのメイリンまで行きます。ではカット。セラギネ Q、 ここを華麗に避けたい。ゴムを使いたくない。さあ華麗に避けます。華麗に避けました。そしてなんでライフがこんなに少なくなったのか分かりません。それは言わない。はあ、もう3面が俺はトラウマです。しょうがない。怖い。明治17年の上海アリサウという曲ですね。この曲は結構好きですよ、僕は。この曲、あー、うわー、なんでそこ避けれたでしょう。一番無理なのがね、メイリーさんのね、なんでしょう、弾幕ですかね。一番無理です。なぜならね、避け方がね、選びやすいんですよ。どんなさ、避け方にしようかな、という願望が、ないんです。なら言うなよ。もう、ライフどんだけさ、ライフじゃねえよ。残機どんだけさ、削らしてんだよ。死ぬのか？うわぁ、ここは避けれてよかった。そして俺は読めないんです、メイリンの。なんだよ、スペルカード、そこをやんなくてよかったのにな。なんで頭突きされた。もう弱くなってきたんですけど、何？やっぱり弱くなってきたな、俺。よし、ここで残機を増やそうではないか、パチュリーさん。ここはカットしません。うまいです、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 避けるのが。よし、集めて、ここに行くんです。おい、なんで逃げんの。もうそろそろ、もうそろそろ小悪魔さんが来るんですのに、なんでスペルカード使ってんでしょうか。待って待って待って、危ねえ危ねえ危ねえ。結局こうなってしまうんですよね、俺は。そしてエクステンドしたこの私、すごいです。すごくもないんですよ。
ここで抱え落ちはしたくはない。危ない危ない危ない。よーし、行くぞー。よし、やっと来たー。もうこの家には窓がないのかしら。それに外から見たときこんなに広かったっけ。そこの紅白、私の書斎で暴れない。書斎？かっこ紅白かっこ閉じる。これらの本はあなたの神社の5年分の賽銭程度の価値があるわ。うちは年中無休で参拝客が来ないの。参拝客はないわよ。まあその程度の価値しかないんだわ。それにしてもこんな暗い部屋に本なんか読めんのか。私はあなたみたいに彫刻じゃないよ。だから私は彫刻じゃないって。ってそうじゃなくて、あなたはここのご主人、お嬢様になるのよ。キリンの出しすぎで困る。じゃあお嬢様に絶対会わせない、邪魔させない。ところであんた誰。今まで気づかなかったものですね。うわいいわうわ。もうさあ、抱え落ちすんなって決めたじゃねえか、さっきも。なんでこうなってしまうのかな。めっちゃ喉で。本当にしたくない。では、では、はい。東方紅魔鏡。今回パート、なんでしょうかね。パート、なんだろうね。まあいいや。これで終わります。では、バイでーす。